ママです。ママです。今ダイソーに行ってきたんですけど、大量に大量に商品を買ってきたので、開けるのを動画で撮りたいと思います。さて何を買ったのでしょうか。ヒント。合計金額だけ見せようか。合計金額だけ見せよう。合計金額わかるかな。13,986円。はーい、これから新生活を始める人とかもダイソー行って、まあこの動画も参考にしてみてください。では開けよう。始まるよー。はーい、はーい、はーい。ここに現れますのはダイソーの110点分の商品です。110点。パラッパララッパラ。110点なるほど。110回ピーした。110回ピーした。1から110まで店員さんが数えた。1点、2点、3点、4点、5点、6点、7点、110までいった。バカじゃねえ。300円商品が2点入りまして102点。マジ。これから新生活が始まる皆さん、今日私たちが買ってきたダイソー商品はこれから引っ越しして新居で使う予定のものです。じゃあ超早く買ったものを言っていきます。はい、箱。箱。ゴミ箱3点。箱。箱。箱。じゃあこうティッシュ。なんかよくわからん椅子。バスボール。バスボール。バスボールまとめるやん。体洗うやつ。バスボール。コップ。つかないボール。背中洗うやつ。ザルやった。ボール3つ。頭にするやつ。シャモジ。なんかビュってビュってビュってやるやつ。ジェルスプーン。泡立て、ヘラ、ハサミ、箸、はい、ペーパーナプキン、箸、ヘアキャッチ、固定部品、なんとかクリーナー、タレビン、なんかおしゃれな灰皿、これ、何？壁の穴埋めパテ、塩と砂糖入れます。口噛んだ痛い猫の首は4つ、第3つ、こんなやつ、箱、なんか床塗るやつ、ラップとか置くやつ、体洗うやつをかけるやつ、食器棚に置くシート、傷直しのクレヨン、猫ちゃん猫ちゃん猫ちゃん、絆創膏、ウェットティッシュ、カット麺、バター、テーピング、タレビン、固定部品、布巾、バスボム、泡立つ、S字フックキティちゃん、箸、ポール4本ある、アリのゴム、おかずカップ、焼きそば、ペヤングふりかけ、おかずカップ、包帯、たわし、シャワーのリンス、これです。洗濯入れるやつ、石鹸入れるやつ、猫ちょっと待って、それまだ、こらまだ猫まだ、それおいベランダ用ほうき、箸置き、なんか吸引してキュッてやって布団をちっちゃくするやつ、お前間違えた、歯ブラシ置き、トイレ洗うやつ、お風呂に入れるやつ、スーツカバー、包帯、洗い物を置くやつ、砂時計、これ三角コーナー、これずれにくい食器棚シート、サージカルテープ、コップ、カット板、肌に優しいシルクタッチサージカルテープ、シャンプースタンド、カビ取り、ジャスミン、結構てこれなんて紹介した、え、カップ値札取っていこうなあ、猫のやつ言うたら猫ちゃん猫ちゃん取っていったんやけど取ってきてよ、奪い返してきて、猫猫猫、ついでにあれ、あれ首輪するから、猫みーちゃんもね、みーちゃんも4匹、みーちゃん連れてきて、ついでにみーちゃん無理、捕まえられへんの連れてきて、無理、カゴから出すだけやん、無理みーちゃんやつ無理。110点買ったものこちらです。えーすごいいっぱい。これは今の家で使うやつ、傷直し、キッチン用品とかお風呂用品、トイレとかが多いです。でもこういうのね、ボールとか三角コーナーとか、こんなん別に100均クオリティでも全然いいな、うん、この背中洗うやつとかね、特にいいの欲しいってわけじゃないもんな。食器とかはプラスチックは100均で買って、なんかマグカップとかガラスとかはいいとこで買える。でも100均でもおしゃれやねんけどな、結構。というわけで、新居に引っ越すために100均で110点買ってきた動画でした。これを段ボールに詰めて新居に持っていきます。